えー、皆様、いかがお過ごしでございましょうか南風チャンネルでございます。で今回はですね、たまにですね問い合わせがありますがあの、携帯工具に関して、あのー、ちょっとお話をしてみたいと思います。あのー、まあ、どんな相談ですかって言われるとですね、じゃあ何持っていればいいですかねというようなお話、まあ、当たり前ですよね。だから自分が初めて自転車に乗ります。で、出先でね、何が起こるかわからないから工具を持っておきたいと。 じゃあどんななものののがいいいかととう,うに聞きたくなるのはまあ当然のことで、ございましてで、その当然の疑問が出たときにですね、まあ、ちょっとおすすめする側として、うーん、と思ってしまうことがたまにありますので、それに関してちょっとお話をしてみましょう。でですね、あの、まあ、ポイントとしては二つあるんですけども、で、一つはですね、あなたどこまでできますかということです。あの、工具をですね、持ってれば、 あのー、自動的に作業がね、できるというようなものではありませんので、あのー、どれぐらいのですね、あの、自転車をいじったりとか、そのトラブルに対処したりとか、いう経験を持っていらっしゃるかというところで、えー、何がいりますかというのはちょっとやっぱ変わってきますね。で、もう一つはですね、どれぐらいの作業までやるかということです。であとは、自分の自転車にどんなネジがね、ど、どんなネジとか、どんなあの、特徴的、あの、構造的な特徴があるかと。 いうようなことになってくると思います。で、それにね、その二つのポイントを踏まえた上で、まあちょっと簡単にあの説明してみたいと思います。で、一つですね、やっぱちょっと注意点といかんっていうのは、あのー、この工具もですね、最近はもうシンプルで小型軽量とかね、あのー、割りかしこんなこう小さいやつとか、あのー、どん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 出てきてますけども、 それはですね、まあ基本的に六角レンチとかね、プラスのドライバーとかマイナスのドライバーがちょっとついているというようなものが多いんですけども、それは基本的にですね、あのスポーツサイクルのいわゆる競技志向のやつですね。ロードレーサーとかマウンテンバイクとかの、えー、それもしかも競技志向のやつ。で、それをね、踏まえた上で注意せんといかんのは、あの、工具ですね、どういう、 なんていうんですかねどういう六角レンチとか、プラスとかマイナスのドライバーとか、何がついてるかということなんですけども、一般的に売られてる工具の場合はですね、基本的にそのロードとかマウンテンとかの競技志向のものということは、基本的にそのネジがだいたい元々少ないようなやつに対応したものが多いということです。だから小型軽量とかっていうのを歌っているようなこういうやつですね。の場合は、例えばブロンプトンとか、 えー、ダホンのね、ボードウォークとか、あの辺をいじるとなった時には、ちょっと不足が出ることがあり得ますので、ちょっとそこは用心が必要になってくると思います。じゃそういう意味では、あのハンドルのポジションをいじったりとかね、ブレーキレバーの角度を変えたりとか、サドルを上げ下げしますとか、いうようなことでよければ、多分こういう、 シンプルなやつですね。で特にこれなんかはあのトルクレンチの,あの機能を果たすようにもなってますので、やっぱり労働志向とかね、そういうような人にとってはまあ問題がないんだろうと思います。で、えー、こちらですねこの。こっちの方になってくると、あの使ってある、えー、のがもう少し増えてきますから、あの自分の、ね、自転車にどんなネジがついてるのかというのをまず確認してから使うといいと思います。でこれぐらいになってくるとですね、もういろんなものがついてますん、ね、で、 何でもできるじゃんっていう話に、まあ、なってはくるんですけども、えー、多ければ多いほどね、やっぱ重くなってきますから、自分の自転車に何が付いているのかというのをやっぱ確認するのが必要ですし、あの、一つ言えるのは、携帯の工具っていうのはですね、あの、作業に関してはしやすいかって言われると、そうじゃない工具に比べればやっぱそゃしにくくは、 なりますよね。あの、持ち運びをせんといかんので、ね、あの、そこの、あの、作業のしやすさっていうのはどうしてもこう、スポイルされてしまいますので、あのー、その携帯用の工具に使われている道具をすべてね、使うというのは実は難しかったりしますので、そこはですね、やっぱその作業しながら自分がこう、いろんな局面に出会うと思いますけども、その時に何が必要だったかというのをこう考えながら少しずつやっぱ揃えていくということになっていくと思います。 これはですね、参考になるかちょっとわかりませんけども、まあ、ちょっとこのサドルバッグですね。この中に実は、あの、うちがツアーで使う工具が一しきり入ってます。あの、うちがですね、ツアーでご案内するときは、まあ、ブロンプトン、ダホン、えー、タルタルーガ、あの、デイトナウの DE01、あの、そういうような折りたたみの自転車でね、皆さんご案内することが多いんですけども、えー、っとね、スペアのチューブはさすがに入れませんけども、それ以外ですね、 の工具は大体入ってます。で、大体出会ったトラブル、あのワイヤー切れたりとかいうところまで対応できるようにはしてるつもりです。まあ今のところ幸いにね、出番がまあほとんどないんで、まあありがたい話なんですけど、そうなったらなった時にちゃんと対応できるようにというふうにすると、これぐらい。 たぶん重量にして1 5キロくらいはあると思いますけど、まあもうそれは仕方がないですよね。で、そういうような、あのー、それはね、あとはその自分の自転車のた、自転車旅、自転車の使い方の時にどれぐらいのね、作業を自分でやるか。で、どの辺で諦めて、あの畳んでバス乗って帰るかとか。 いう判断をどの辺に、その落としどころをどこに持っていくかっていうところでも工具って変わってくると思いますので、えー、そこをね、まあ、そこをね、いろいろ考えていくのが楽しいと思えますので、えー、まだ分からないこととかありましたら、ぜひぜひ店頭でお尋ねいただきたいと思います。